はい、望月凛です。今回は小説家として活躍している平野啓一郎さんの書かれたベストセラー、私とは何か、個人から文人へを解説していきます。この本は一言で言うと、本当の自分とは何かを教えてくれる本になる。本当の自分か。ああ、私たちは相手によって出す自分を変えている。例えば会社にいる時の寡黙な自分や、友達といる時の陽気な自分、女の子を前にした真摯な自分、苦手な人に見せる不機嫌な自分、婚活で出す誠実な自分など、誰もがいろんな顔を使い分けて生きているはずだ。確かにそうですね。会社にいる時の自分は真面目ですけど、友達といる時の自分は結構はっちゃけています。それに好きな女の子といる時は自然と真摯になりますね。うむ、では一体どれが本当の自分なのだろうか。会社にいる時の自分なのか、友達といる時の自分なのか、それとも恋人、家族といる時の自分なのか。やっぱり家族といる時の自分じゃないですかね。モテたい、カッコつけたいという気持ちがないですから。そうか。ではもし家族といる時の自分が本当の自分であれば、会社にいる時や恋人といる時、友達といる時の自分は偽りの姿ということにならないか。偽りか。そうですね。でもなんかそれも違う気がするな。うむ、このように私たちはどこかに本当の自分、唯一無二の一つの人格を持った自分がいると考えがちで、相手も自分もそのありのままの本当の自分でいることがいいことだと思っているんだ。だが永遠にその本当の自分というやつを見つけられずにいる。はい。この本はそんな本当の自分とは何だろうという悩みにスパッと決着をつけてくれる本になる。それは楽しみですね。今日の授業を受ければ本当の自分についての理解を深めることができるようになるだろう。それでは早速授業を開始する。心して刮目せよ。よろしくお願いします。まず一つ目は、たった一つの本当の自分がいるという考え方が多くの苦しみを生む、だな。たった一つの本当の自分がいるという考えが多くの苦しみを生む？ああ、というのはさっきも言った通り、家族といる時の自分が本当の自分だとすると、それ以外の友達といる時の自分も、婚活をする時の自分も、SNS で見せるキラキラした自分も、すべて偽りの自分の姿ということになり、なんだか演技をしているような気がしてしまうからだな。まあそうか。また自分だけじゃなく、他人に対しても不信感を抱きやすくなるだろう。ほう。例えば、自分の前の清楚な女性が本当の顔だと思っていたのに、その女性が SNS で誰かの悪口を言っていたり、タバコを吸っている姿を見てしまったら、裏切られたとか、こんなやつだとは思わなかった、自分の前の姿は偽りの姿だったのか、とイライラしてしまうことにつながりかねない。ああ、確かに相手が自分に見せているのが本当なのか嘘なのか気になりますね。すごく笑顔で接してくれているのに、裏ではボロクソに自分の悪口を言われていることもあるし。うむ、さらに偽りの自分と偽りの相手がコミュニケーションを取っている気がしてきて、何とも言えない虚しい気持ちになったりするんだ。婚活の時とかは偽りの自分と偽りの相手が話しているような感じがしますね。このようにたった一つの本当の自分がいるという考え方は、多くのいざこざや苦しみ、プレッシャーの原因になるんだな。なるほど。そこで著者は、どこかに唯一無二の本当の自分がいるのではないかという考え方は幻想であり、たった一つの本当の自分など存在しないと言っているんだ。存在しないのか。ああ、まずここでは、たった一つの本当の自分がいるという考え方が多くの苦しみを生んでいるということを覚えておいてくれ。わかりました。さて、では本当の自分はどこにいるのか。それについて著者は、いろんな人に見せる自分の顔が全て本当の自分であると言っているんだ。いろんな人に見せる自分が全て本当の自分？どういうこと？例えば会社にいる時の寡黙な自分も、友達といる時の陽気な自分も、恋人といる時の真摯な自分も、絶望してベッドでスマホをいじっている時の自分も、婚活での誠実な自分も、全て本当の自分であり、自分を構成する一つの要素だということだな。へえ。じゃあ清楚に見える女性が SNS で悪口を言っている場合、それはどっちも本当の相手の姿ってことですか？そうなる。
この本ではそれを分かりやすく説明するために、人間を個人から文人へと分解して考え直すことが大事だという。ん？文人って何ですか？文人とはこの著者が作った言葉で、要は個人をさらに小さく分解して、自分の見せるいろいろな顔や人格の一つ一つを文人と呼んでいるんだ。なんか難しいな。まあ、キングスライムが個人だとすると、それを構成するたくさんの小さなスライムの一つ一つが文人のイメージになる。ほう。だから会社で仕事をしているときは文人 A が表面に出て、親と一緒にいるときは文人 B が表面に出て、恋人と二人きりでいるときは文人 C が表面に出ている感じだな。そしてそのすべての文人が本当の自分だということになる。なんか面白い考え方ですね。でもそれってただ仮面をかぶっているだけだと思うんですけど。それは違うぞ。なぜならいちいち、よし、恋人の前だから真摯な人を演じるぞとか、家族の前だから素直でいるぞとか意識してないだろう。確かに意識してないですね。自然と人格が切り替わってます。うむ、もし仮面をつけるとか自分を偽る演技をするという場合、強くそれを意識しなければならないし、長くは付き合えないだろう。だから私たちは仮面をつけているわけではなく、相手によって見せる様々な顔が全て本当の自分だということになるんだ。なるほど、納得感があるな。ということで、ここではたった一つの本当の自分なんて存在しなくて、いろんな人に見せる自分が全て本当の自分であるということを覚えておいてくれ。わかりました。次は、文人は自分と相手、環境の3つが影響し合って決まっているだな。文人は自分と環境、相手が影響し合って決まっている。ああ、ここはこの本の中でもかなり難しい部分になる。まず、私たち個人はたくさんの人格を持った文人の集合体だということをさっき説明した。はい。つまり会社で仕事をしているときは文人 A が出て、親と一緒にいるときは文人 B が出て、恋人と二人きりでいるときは文人 C が出ているイメージだな。ここまでは OK か？はい、理解できてます。よし、話を進めよう。この時、自分の中のどの文人が表に出るのかは自分が決めているわけではなくて、自分と相手、環境の3つが影響し合って決まっているんだ。こう。例えば、無礼なタクシー運転手がいると自分の態度も悪くなるだろう。そうですね。これはまさにタクシー運転手によって自分の中の文人が決定したからになる。もし運転手が誠実で丁寧な対応であれば、自分の中の誠実な文人が出やすいはずなんだ。なるほど。だけど運転手が無礼だったから、その影響を受けて自分の中の不機嫌な文人が表に出てしまったということなんだ。さっきケンジは女の子といると自然と紳士的になるって言っただろう。はい。それもまさに相手の女の子の存在によって自分の中の紳士な文人が表に出てきたからになる。もし女の子がおじさんだったら、自分の中の真摯な文人は出てこなかっただろう。そういうことか。じゃあ自分一人だけでは文人は出来上がらなくて、相手と自分との影響で表に出てくる文人が決定しているのか。あと環境だな。そうだった。だからある意味、私たちの人格の約半分は相手や環境で決まっているんだ。へえ。また同じ相手であっても、相手との関係が深まると自分の中から出す文人が変化したりもする。私たちは初対面のあまり仲が深まっていない人には文人 A を出して、ちょっと仲が良くなると文人 B、 親友クラスになると文人 C を出すなど、本当に無意識に文人をコロコロと切り替えて生きているんだ。まあ確かに初対面の人には丁寧に接しますけど、仲がいい人にはウェイとか言ってふざけたり、自分の弱みなんかを見せたりできますもんね。ああ、ここはかなり難しい部分だから、なんとなくでも理解しておいてくれればいい。ここでは、文人は自分と相手、環境が影響し合って決まっているということを覚えておいてくれ。わかりました。次は、あなたが嫌いなその人はその人の持っている文人の一つに過ぎないだな。その人の持っている文人の一つに過ぎないか。ああ、というのは、私たちは相手の一面だけを見て全てを知った気になって決めつけてしまうことがあるんだが、そもそも自分が文人をコロコロと相手や環境によって切り替えて生きているように、他人もたくさんの文人をコロコロと切り替えて生きているわけだ。そうなりますね。
だから自分が嫌いなその人も、その人の全てが嫌いなわけではなく、相手のたった一部の分身が嫌いということになる。なるほど。そもそも私たちが見ている相手の嫌な部分は、もしかしたら自分にだけ見せている分身かもしれないんだ。ほう。また清純派を気取っていた芸能人が不倫をしていたと知ったら、私たちはよく、ああ、こいつこういうやつだったんだ。本性どす黒いんだな。テレビの前の姿は偽りなんだな、と、相手の本当の姿を知ったつもりで全否定してしまうことがあるだろう。そうですね。だが文人という考え方で物事を見ると、テレビで見ていた芸能人の顔も本物だし、不倫相手に見せていた顔も、どちらもその人の本当の顔だということになる。そうか。そもそも私たちも元気で明るい自分もいれば、暗い自分、気持ち悪い自慰行為をする自分、SNS のキラキラした自分など、たくさんの本当の自分の塊なのだから、他人にもいろんな顔があって当たり前になる。こうやって考えると、人の見え方が変わり、自分が知らない相手の姿を見たり、相手から自分を勘違いされたとしても、少し寛容になれるだろう。そうですね。そうやって考えると少し人に優しくなれそうです。うむ、もっと平たく言うと、私たちが見ている相手は、その人の一部分でしかないし、なんなら私たちが見ているその相手は、あなただけに見せている顔かもしれないんだ。だからそれで相手の全てを知ったつもりになるのはトラブルの元だからやめようぜという話でもある。ここではあなたが嫌いなその人はその人の持っている分身の一つに過ぎないということを覚えておいてくれ。はい。さてここでは自分を好きになる方法を説明していく。お願いします。最初に結論を言うと、自分の全ては好きになれなくてもいいから、まずは一部の分身を好きになる、だな。一部の文人を好きになる？ああ、まず誰だってかっこいい面もあればダサい面もあるわけだから、自分のすべてを好きになるのはかなり難しいことになる。確かに気持ち悪い自慰行為だってするし、知ったかぶりをしたり、女の子の前で武勇伝を話すダサい自分もいます。そう、人間にはいろんな面がある。嫌いな部分もあるだろう。それも含めて本当の自分になる。はい。だから簡単に自分を 100% 肯定するのは、よほどのナルシストじゃないと難しいものなんだ。なるほど。でも好きになりたいですね、自分のこと。うむ。そこでまずは自分の分身の中から好きな分身を見つけることから始めるといいんだ。例えば友達といる時の陽気な自分の分身は好きとか、筋トレをしているストイックな自分が好き、彼女といる時の自分が好き、みたいに、自分の全部は好きになれないかもしれないが、自分の中のこの分身は好きだと思える箇所があるはずなんだ。まあ、少しはありますね。著者はこのように、自分の中に好きな分身が一つでも二つでもあれば、そこを突破口にして、自分を好きになる足がかりにすればいいと言うんだ。こう。またこのように部分的にでも自分を好きになれれば、否定したい自分、ダサい自分がいたとしても、自分の全体を自殺という形で消滅させることを考えずに済むと、この本に書かれている。要は自分が0か100かで、好きか嫌いかを考えるのではなく、自分の中のたくさんの人格の中の一部、それが 10% だとしても、そんな 10% の自分をまず好きになれば、絶望せずに済むよって話だな。ここでは、自分のすべては好きになれなくてもいいから、まずは一部の分身を好きになる、ということを覚えておいてくれ。了解です。次は、幸せになるには自分の好きな分身が出てくる時間を増やす、だな。自分の好きな分身が出てくる時間を増やす？ああ、さっきも言ったように、自分の中にはたくさんの分身がいて、自分、相手、環境の3つの要素によって、どの分身が表に出てくるのかが自動的に決まっているわけなんだ。はい。つまり苦手な人といれば、自分の中のイライラしている分身が出てきやすいし、好きな人といれば陽気な分身が出てきやすいということだな。だから幸せになりたければ自分の中の嫌いな分身が出てくる相手や環境にいる時間をできるだけ減らして、自分の中の好きな分身が出てくる相手や環境に使う時間を増やしていくといいんだ。こう。例えば、友達 A や夫といると自分の中の嫌いな分身が出てしまうのなら、その友達 A や夫との時間を減らした方がいいだろう。その代わりにもっと自分の中の好きな分身が出てくる相手や環境で、多くの時間を過ごした方がいいということだな。図で説明するとこんな感じになる。なるほど。
相手や環境に使う時間を自分で調整することで文人が出てくる割合をコントロールするのか。そうだ、嫌いな文人が出てくる相手と会わなければ自分の中のその文人が表に出てくることはなくなる。そうやって嫌いな自分でいる時間が減り、好きな自分でいられる時間が増えることで、もっと自分を好きになれるし幸せにもなれるということだ。平たく言うと、自分をもっと好きになれるコミュニティや付き合う人をしっかりと選ぶ方がいいという話ですね。そうなる。ここでは好きな文人が出てくる相手や環境の時間を増やすということを覚えておいてくれ。わかりました。最後は、一人旅は新しい文人を作ることができるいい機会だな。一人旅は新しい文人を作ることができるいい機会？ああ、まず何度も言うように、文人は環境や相手によって表に出てくるものが自動的に決まるんだが、自分のいつもいる環境を飛び出して全く新しい環境で新しい人と出会うことで、自分の中に新しい文人を作ることができるんだ。ほう。例えば、海外旅行に行って現地の人と接する自分は今までの自分とは違う自分かもしれないし、旅行をしてたまたまホテルで出会った相手とはいつもと違う形で人間関係を育むことができたりするかもしれない。そうか。逆に友達と旅行に行くのは微妙なんですかね。友達と旅行に行くと、友達の前で見せる自分の顔が出てきてしまうため、新しい自分の文人が生まれづらいんだ。なるほど。そう考えると、大きな変化が出るのは一人旅なのかもしれないな。楽しいのは二人で旅をすることですけどね。そうだな。ここでは、一人旅は新しい文人を作ることができるいい機会ということを覚えておいてくれ。わかりました。まとめだな。本当の自分とは何か。たった一つの本当の自分がいるという考え方が人間不信や多くの苦しみを生む。どこかに唯一無二の本当の自分がいるのではないかという考え方は幻想であり、たった一つの本当の自分など存在しない。いろんな人に見せる自分は全て本当の自分である。自分が見せる様々な顔の一つ一つのことを文人と呼ぶ。私たち個人は文人の塊である。自分の中のどの文人が表に出るのかは、自分と相手、環境の3つが影響し合って決まっている。あなたが嫌いなその人は、その人の持っている文人の一つに過ぎない。また私たちが相手に見せる顔も、自分の持っている文人の一つに過ぎない。自分を好きになるには、自分の全ては好きになれなくてもいいから、まずは一部の文人を好きになることから始める。幸せになるには、自分の嫌いな文人が出てくる相手や環境の時間を減らし、好きな文人が出てくる相手や環境の時間を増やす。一人旅は新しい文人を作ることができるいい機会だな。気になった部分はあるか？そうですね。たった一つの本当の自分なんていなくて、いろんな顔の自分が全部本当の自分っていうのはかなり驚きました。それにしてもかなり難しい内容でしたね。そうだ。ここ最近でもトップクラスに難しい内容だったと思うし、全部納得できていない人もいると思う。私も全部の内容を全て納得しているわけではないんだが、少なくとも自分が見ている相手というのは、相手の中のほんの一部でしかないというのは真理だと思うな。そうですね。また個人的には、一応 YouTuber をやっていると、YouTube をやっている時の自分と、プライベートの自分どっちが本当なんだろうと考えがちなんだ。こう。でもこの考え方を導入すると、どっちも本当の自分であると思えて、少し気が楽になったよ。それでは今日の授業は終わりだな。ありがとうございました。